昨年オフで先発不足が懸念されており、リリーフ陣に怪我人が多数出たドジャース。しかししっかり若手投手も育成しており、現状は何も問題になっておらず。これでドジャースは21試合連続で、4失点以下球団記録更新中に。今の先発が安定している一方、負傷者リストに化け物数名いるから、このメンツに勝てる気しねえ。11人いないのに、すごいな。ここにカーショー、ミラー、大谷などと最強クラスの故障者型が、戻ってきたらいよいよ恐ろしすぎる。負傷者ありでこれなら負傷者が復帰したらどうなるんだ。負傷者リストだけでワールドシーズン制覇できそうなメンバーなんだけど、これで大谷、カーショーなど帰ってきたらどうなるんだ。なんかもう故障者リストだけで優勝できるやろ。先発負傷者リストの中に、42試合打率 0.361 61安打、12本塁打30打点 OPS1.107 の成績残してる選手いてやばいと思った。負傷者リストに2冠王おるが、なんで IL 入りしてる投手がホームラン打ってんですかね。あれ？負傷者リスト入りのはずなのに、今日出場してホームラン打ってる化け物が混じってるんですが。負傷者に大谷翔平って書いてあったから、怪我したんって思ったけど投手やった。負傷者入りで試合出て点取ってるの鬼畜すぎるやろ。打撃好調で三冠王もいけるかもという大谷翔平が、負傷者リストにいるというシュールな文字列。先発はすごいけど中継ぎがやばいから、そこ修正せな地区優勝したところで、ワールドシーズンが危うい。リリーフもやばすぎるやろ。さすが安心感あるね。先発投手がちゃんと勝ちがつくの本当にいいな。こんな投打に絶好調のドジャースより、絶不調のブレイブスが勝率高いのが不思議すぎる。開幕前なんかは投手陣だけが不安だったのに、この調子だと手のつけようがねえ。投手不足のほか球団はドジャースの 3A 狙い目ですな。あとは下位打線のラックス、アウトマンが上がってきたらマジでヤバい。補強が完璧に作用して若手もポンポン生えてくる最強な工場ドジャース。去年までと違って安心して見てられるんだよな。